皆さんこんばんは、たかゆきです。昨日ですね、私のチャンネルで木村花さんについて考えるという動画をアップさせていただきましたら、本当にたくさんの方々からですね、お悔やみのコメントでありましたり、今回の事件、誹謗中傷についての意見ご感想をいただきまして、誠にありがとうございました。天国にいるですね、木村花さんもですね、こういったコメント等をですね、見られてるんではないかなと思います。昨日の動画でですね、私お伝えし忘れてしまったことがありましたので、今回このような動画を撮らせていただいております。昨日の動画の中で出てきた不謹慎な YouTuber 坂口明というのがいるんですけども、彼の動画決して見ないでください。私がですね、このような動画をアップして名前を出しちゃってるのも良くはないので反省しているんですけども、こういう不謹慎なやつがいるので見ないでくださいっていう警告ですので、決して彼のチャンネルへ行かないでください。彼らの目的はですね、知名度を上げることなんですよ。再生数を稼ぐことより彼らは知名度が欲しいんです。なのでこのように炎上していろんな人がそのチャンネルに行って彼のことを知ってしまう、であわよくばそれを面白がる子供たちとか不謹慎な人たちがチャンネル登録するのを望んでいます。でその坂口明はですね、今日もまた動画をアップして、昨日木村花さんが亡くなったことをネタにしたのは私ですっていう動画をアップしてました。その中でヘラ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 してですね、自分は謝罪する気は一切ありませんって言っておりました。その他、要注意人物たちがいっぱいいます。伊藤チャンネルっていうのがいるんですけども、彼はですね、木村花さんに対してテレビに出るんだったらもっとメンタル強くなくちゃダメですとか、自殺するのが悪いって言い放ってましたね。で今回の事件について何人かそういうことを言ってる人を耳にしました。あれだけの誹謗中傷があって自殺するのがおかしいはないでしょう。人には強い人もいれば弱い人もいるんですよ。しかもあれだけの誹謗中傷があって悩んでしまうような人に自殺しちゃダメなんて誰が言えるんですか。しかもね、その伊藤チャンネルっていうのはマスクして顔出さない状態でそんなこと言ってるんですよ。俺はそのチャンネルに行って顔出してから物言えって言ってやりましたよ。本当に、ただ見に行ったとしても通報、低評価と通報するだけにしてください。その他ね、勇者なりぼんとか黒鴨頭っていうのがね、坂口明を許さないとかご冥福をお祈りしますとかまともなことを言ってるように見えますけども、彼らは普段誰々の弟ですとかって言ってるやつらなんで、要注意です。騙されないでください。今回ね、その自殺がするのが悪いっていうコメント皆さんどう思いますか。自殺するのが悪いなんて言えますか。もっと強くなれなんて彼女に言えますか。言えないと思います。本当に木村花さんのご家族の皆様、本当にこの度はお悔やみ申し上げます。木村花さん、天国で元気な笑顔でまた笑っていてほしいと思います。ではまた。